ちが挑戦するぜ。100年早いんだよ。おい、取れるもんなら俺から取ってみろ。吉木の息の根が止まるか。タップアウト、タップアウト。その太い腕捉えた。となると絶対外さない。ダメだ。憲法スペシャル炸裂です。おい稲村、稲村、お前強くなったな。俺はお前のことめちゃくちゃ期待してるぞ。そしてそしてだ、俺だけではなくここにいる後楽園ホールのクソ野郎どもてめえのこと期待してるからな。だがな、プロレスリングのは会社は期待しているのは清宮一本だ。おい、いいか稲村、よく聞け。会社がなんだ、会社の期待なんてクソくらいだろ。おい稲村、俺たちとしててめえらクソ野郎どももめちゃくちゃ期待してるんだ。おい早く俺のところまで登ってこい。お前が俺たちのところまで登ってきたら、それこそ本当にノアが頂点まで上がる時だろう。おいいいか稲村、それまで俺はてめえのことを期待してずっと待ってるから、己の力で会社の力を借りずに上がってこい。吉岡裕樹ダイビングしてのバトルフック3つ。今の現状自分が一番分かってるんですよ。それ悩んでますよ。稲村良樹、海外に行きます。自分が納得するまで戻ってこないんで必ずノアに帰ってくるんで、それまで稲村良樹も忘れてほしい。稲村へのおっと、しかし稲村も抵抗します。先輩3人にぶつかっていく。あー張り手こう、そして斉藤スープレックス。杉浦思いを込めてオリンピック予選スラム。稲村元気でいってこい。最後は杉浦がポンポンと稲村の手を伸ばした。斉藤選手いかがでしたか。いや、この場を借りてですね、稲村選手ちょっと伝えたいことがあるんですけども、彼は忘れてくれと言ったかもしれないですけども、これだけのいい選手、頑張ってる選手をファンのみんなが忘れるのは難しいかもしれない。だから彼がね、またノアに戻ってきたときに、ファンのみんながその姿と戦いを見たときに、昔の稲村はどうなんだっただろうっていう思い出せないぐらいの大きくて強い選手になってきてほしい。頑張れ稲村、はい、今日ね、
稲村良樹を忘れてください。久しぶりだな。今俺がこの場所に戻ってきたってことは分かるよな。次は俺与一が挑戦するぜ。私は稲村のイギリスの武者修行のリングネーム。与一、海外から戻ってきてすぐに取れるほどこのベルトは甘くねえぞ。GHC 挑戦100年早いんだよ。おい、ただ今日ここに出てきたお前の気持ちだけは認めてやるよ。取れるもんなら俺から取ってみろ。おっと、与一、さあ清宮とこの2人でタイトルマッチでしょうか。手を差し、ああ、いや、ちょっと待って、うそー、もうこれは稲村良樹ではない、与一なんだ。生ぬるい革命が気取ってんじゃねえよ。お前ぶっ倒して新しいノアの夜明けの始まりじゃ。強烈なデモンストレーション、指を引く与一が変わった、変わって帰ってきました。いやー、松木さん、生ぬるいって言いましたね、今ね。いや、海外で相当変わったんでしょうね。そうでしょうね。武藤さん、いかがですか。いや、海外であの出立ちで試合やってたの。あ、そうですね、もうコスチュームをリングネーム変えて、はい。いや、久しぶりに見てなんか嬉しくなりましたよ、はい。まあ、入場前で皆さん正座して、ね、こう入ってくるんですよね。そうですね、そして何より変わったのが自信に満ちた表情ですよね。さあ、この帰ってきたばかりで取れるほど甘くないと言った清宮に対し、これも今までの稲村ではないと、そういった稲村改め与一のアピールでありました。清宮としてはまた柔軟のこの防衛戦となってしまいました。あんな輩にベルトは渡せない。革命の火を消すわけにはいきません。見えません。プランチャーここにから落とそうとしました。当該戦です。うわー、あとさ、この新日本のパイルドライバーという風、おお、リバースフランケン、ゾーンに入った清宮、変形シャイニングウィザード。もっと強敵と試合をして GHC の価値を高めていきます。俺は今のノアに誇りがあります。革命はまだまだこれからです。全てはノアの、大阪を最後に与一が挑戦するぜ。すぐに取れるほどこのベルトは甘くねえぞ。今の清宮海斗は、まあ、革命を掲げて戦っていると思うけど、その革命は自分本位なものなんじゃないかなと思って。与一、ノアに
戻ってきて嬉しい気持ちはある。ただお前のその自信を日本武道館でもう一度失わせる。100年早いんだよ。おい清宮、覚悟見抜いてるよ。